千歳線は北海道中央バスが国道36号経由で札幌市から北広島市、江庭市を経て千歳島で運行するバス路線。本校では路線免許上で関連のある新千歳空港連絡バス、同自動車道経由で運行された高速千歳号についても記述する北海道中央バス JR 北海道バスの北広島市。 えにわ市周辺の郊外路線概念図中央バスは第二次世界大戦が終わってから本格的に路線網の拡大に動き出した。札朝日線や急行札村線とほぼ同時期に札幌市とセカに国道経由で路線バスを運行しようと1946年4月運輸局に免許を請願した。しかし同時期に国鉄バスが札幌北広島えにわ間のバス路線を 請願しており、競合してしまった。国鉄バス側は、札幌へ2和間で見ると、鉄道路線と競合しているうちでの経由地が、バス路線とは異なっていることを理由に、中央バス側の請願を取り下げさせようとしていた。当時の専務の判断によって、同時期に請願していた、長沼線の免許請願を取り下げることによって、ようやく1947年4月、 千歳線を運行するのに必要な免許が降りた。1945年2月に、江別東別館の免許を取って、以来の免許獲得となった。千歳線が運行を開始した当初は、国道はまだ舗装されておらず、砂利道であった上に交通量も多かったので道路が壊れる事態が多発し、運行には苦労していた。変化が起きたのは1953年に、アメリカ軍の指令によって、 国道36号が舗装されてからである。弾丸道路と呼ばれることになる。この舗装によって運行が安定することになる。その後、1950年代からは、国鉄地と線から乗客を奪うほどの流星を見せることになる。1957年2月の新聞によると、国鉄が当時運賃を12%値上げしたことによって、地と駅の定期外利用者数は1万人ほど減ったという。 その代わりに30分おきに発車し、快適で運賃に差がない中央バスの千歳線に客が流れているとのことである。短距離はバス、遠距離は鉄道という住み分けができていた。この路線を持っていることによって、日本航空がチャーターする千歳空港札幌間のバスを運行することになる。チャーターでの運行から後に単独運行への足がかりとなった。 1984年時点で1日120往復運行しており、1981年から1991年にかけては、北広島インターチェンジ、エニワインターチェンジ間を高速道路経由で運行する便も存在していた。1994年10月の札幌市営地下鉄、放水室付きの復旧延伸開業から半年後、急行地と世線が運行開始する。 この後も若干の変更を経て、札幌ターミナル千歳間の急行便と、福住駅千歳間の普通便という形態で運行され続けている。1990年代に入ってからは、だんだんと便数が減らされているとはいえ、様々な派生路線を生み出しつつも札幌千歳間を国道経由で結ぶという基本を変えずに、運行開始から60年以上の長きにわたって、 運行され続けてきている路線である。2006年時点で1日、約2500人の利用客がある。2020年4月1日現在、千歳営業所が主担当、対局営業所が一部便担当、一部停留所の未記載、札幌ターミナル、札幌駅前副住駅、里塚中央、桂台団地、柏明台団地、ワッツ間の多くで経路が重複する路線については、 北海道中央バス対局営業所札幌都心、福住北広島市、里塚、美しが丘を参照。札幌ドーム発着臨時便札幌市交通局との連絡運輸は、福住駅が乗り継ぎ指定停留所。駅で、郊外方向札幌市内最終停留所となる三里塚、小学校までの間で適用される。乗り継ぎ割引に関する概要は、北海道中央バス運賃形態。 札幌市営地下鉄乗り継ぎ割引を参照。千歳市が2016年10月より導入した市内初乗り100円運賃や乗り継ぎチケット交付等の運賃施策は、千歳線は対象外となっている。新千歳空港にて高速早ぶさ号札幌駅ターミナル付近にて新千歳空港南千歳駅と以下を結ぶ中央バス北斗交通運行中央バス運行北斗 交通運行1951年に、千歳空港の民間使用が認められ、日本航空が東京国際空港との間に就航した。これに伴い、JAL との間で、札幌千歳空港の旅客、手荷物輸送契約を締結し、JAL 便利用者専用貸し切りバスとして、同年10月25日より運行を開始したのが、始まりである。 輸送契約は1964年6月30日をもって解除し、翌7月1日より路線バス、日光線として独自運行を開始した。1981年3月より、はやぶさ号の愛称を採用。1989年10月には、日光線の名称から、貸切バス時代のようなジャルビン利用者限定の誤解を受けないよう。 空港連絡バスに解消している。1992年の JR 新千歳空港駅開業による影響を抑えるため、かつて全日本空輸との提携により運行、停車停留所も異なり別の路線として運行していた北斗交通と協力するようになり、段階的に両者時刻表への時刻平気や停車停留所の共通化が行われ、2002年より、 共通乗車券取扱いが開始された。紙の乗車券は一部割引運賃を除き両者とも運行する系統のほか、中央バス単独運行系統で、北斗交通発行の、北斗交通単独運行系統で、中央バス発行の乗車券が使用できるようになった。2006年3月より、札幌市内と千歳アウトレットモール、レラのアクセスとして、南千歳駅に停車開始し、 空港アクセスに限らない利用促進を図っている。札幌都心直行系統は2013年7月1日より新千歳空港すすきの札幌駅で運行を開始、同年12月1日から2014年3月31日までは冬季運休となった。2014年4月1日再開予定とされていたが、同日のダイヤ改正以降設定されなかった。 2016年7月1日より、千歳インターチェンジ札幌北 IC 経由に変更の上、中島公園発着で再開設された。札幌都心系統通常便の中島公園経由は、廃止、プレミアホテル椿、すすきの経由に統一されている。札幌都心系統と、大谷地系統は月寒営業所。その他は、札幌北営業所が担当。 北斗交通が運行する新千歳空港連絡バスの詳細は北斗交通新千歳空港連絡バスを中央バスが運行する上記以外の新千歳空港発着路線は北海道中央バス千歳営業所を参照されたい札幌都心系統朝尾駅系統宮の沢駅系統東区役所前駅系統路線遠隔ありがとうございます